ポイント1。1小節のソから2小節目のE線ソに向かっていくように弾きましょう。ポイント2。2小節目のソソはスラーなのでアップアップにし軽く弾きましょう。ポイント3。17小節目は弓を返さず、弓が止まった位置から弓を戻さず、そのまま次の音を弾きましょう。ポイント4。18小節目の3拍目の音、ミンは D 線で、次の音は E 線、ソに移るので、他の弦に触れずに素早く移弦をしましょう。ポイント5。25拍音28小節目まで音が下がっていくので、だんだん音を小さくするように弾くと良いでしょう。ポイント6。29小節目は少しだけ弓を返しましょう。そうすることで優しい音になります。